メガハイボールください。メガハイボール、いい感じになってきている。ハイボールがいいかな。メガハイボール800円って安くないですか。失敗したんですよ、値段設定。そういうこと。頑張って頑張って汗だくになって、最後に売り上げ見て右へ疲れる。確かに、恵比寿でこの値段を全部間違えました。確かにですよね、やたら安いな。ランチなんか単発1000円ですから、ね、あ、そうなんだ。何回もここ通って気になるなと思って、あ、とりあえずメガハイボールください。そう、気になるなと思いながら、でもとんかつ屋さんなのかなと思ってたんですよ、ずっと。うん、ホイス。ノンアル？これはこれを焼酎で薄めて焼酎ハイボールみたいな感じ。昔。店員さんすごい優しいから、こんな一人で来てるお客さんの相手をしてくれて。アルコール 0.2% 入ってる。0.2%。昔なんかウイスキーのハイボールが高くて飲めないときに、焼酎でウイスキーっぽくちょっと風味付けするためにこれができたみたいな感じ。そうだな、豚肉に咲きました。この最後の豚汁で今日の疲れとお酒と優しさと、もう全部ね、ほっこりするね。うん、美味しい。すごく幸せでいい時間を過ごせました。よし、これで明日も頑張れるぞと。